ガツ巨城は、日立国久次軍醍醐村に築かれた、日本の城の一つ。水器は、大英年間と言われ、領主であり日立守護である佐竹氏の書や北境で死の、文家にあたる袋田氏により築城された。別称を、袋田城とも言う。後に、袋田氏が、佐竹氏一門の織田の氏を相続することになり、 袋田氏はその決脈を伝えながら断絶、主なが月巨城は一時廃城となった。月巨城のあった、より上保つ一帯は後に、佐竹氏の分家山入氏の勢力下に入るが、山入り一期の乱の混乱に乗じて、道の区国の国人、白川祐樹氏の信仰により同地は奪われ40年もの、長きにわたり、白川領として過ごした。その後、永昇元年に、 よりかみたもつは、佐竹氏により奪還され、ガツ巨城は再び、佐竹両北方の要衝として最高、佐竹氏初家の高垣氏らを在番主としておいた。その後、ガツ巨城は、鎌倉久保の主導権争いに巻き込まれ、佐竹氏の那須出兵に際しては、佐竹氏家臣の石井氏らが牢城して、敵の侵攻を防いだ。その後、ガツ巨城は、 相川館にいた柳井氏に与えられ、袋田、生瀬一帯の領有を認められ、佐竹氏の欧州攻略の軍役負担と、前線基地の役割を果たした。しかし、月居巨城は、佐竹氏の秋田天保に伴い上主柳井氏もこれに、随行したため、再び主を失った。月巨城は、廃城となり、その後も一国一条例の施行もあって、城として再建されることはなかった。 なお、月井上主であった柳井氏は、秋田天保後に、出羽国大官に違法されたが、主家に願い出て、球場の名である月井氏を称するようになったという。その後廃城となる。廃城となった月居上氏は、車の遺構のみ残る。ありがとうございます。